質問4、憲法改正についてお願いいたします。憲法改正についてはですね、僕はそのやっぱり憲法9条と、まあ、その他の条文を改正するのには、まあ、一つちょっと軽重がついていいのかなと思ってます。やはり憲法9条というのはこれまでその戦力の不保持も含めてですね、やっぱり、まあ、誰が制定したかは別にして、世界に類のないその世界憲法としてですね、やっぱり、世界の方々からやっぱり一つの称賛を受けているし、日本のその安全保障上も役割を果たしてきたのは事実だと思うんですね。実態にそぐわないから逆説的にどういうんですか、自衛隊の派遣の時だとか有事法廷を制定する時とかですね、逆説的が故にその政府解釈をめぐって議論を生んで、その一定の牽制効果は果てしてきたと、まあ、そういうことは言えるんじゃないでしょうか。だから僕は憲法9条に対してその96条の憲法改正の発議権を3分の2というのを緩和するのはまあ反対です。でもその他についてはまあ必要があれば変えていけばいいのかなとも同時に思っていると。だから9条とその他の条文についてはそのダブルスタンダード二重基準でいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、憲法9条というのは、国民のその財産、生命財産に直接その関連する安全保障の概念の規定ですからね、やっぱりこれはより多くの方々のコンセンサスが必要であると、そういうふうに考えています。